BMW の M1 です。79年10月にパレスタのレベールを脱いだモータースポーツを有する M を落とした最終のモデル生産モデルです。また BMW 史上一線を放つミッドシープルスーパースポーツ、ポルシェの独占場だったグループ4-5シルエットフォーミュラレースを主張するためのホノグレーションモデルとして企画され、当初ランボルギーニとの共同制作を予定していたが、同社の営業を進めるためにプロオークション、イタリアデザインの下揚げ工場バーワー社などより分離作業に変更された経歴を、血管とかかと鉄板により構成されたフレーム前後で WS 脂肪のサスペンションを使用、旧レーシングカーのようなシャーシーに、本来はツーリングカー選手用の 3.5CSM のために開発された直力 DOC24 バルク 3453cc とミッドマンシップマンプ10ジュアルがスタイリングを手掛けた FRP 製ボディを277倍6000回転 33.2g 5000回転のパワートルクによって最高速度262km、低下やシャックル加速 5.6 秒というアイスピードが出し、だが年間400台というグループ4本用の特徴最初の1年間に達成し、最終的に800台を、生産するという動作の予定は、生産設備が追いつかず、即座に81年までようやく456台が生産されたのみで1台ですね。スポーツカーレース製作用 BMW の野望を持つ。で、BMW らしい高性能、高品質と高性能、そして快適収集や必要する存在でありながら、プロジェクトとしては失敗に終わったのは、滋賀県のスーパースポーツカーということなんですね。でそれが BMW の名でして、1978年1月から1989年1月まで発生されていた、それもレーシングカーという感じになるかなというところなんですが、なかなかこの車もこう特徴的な、車として、非常に面白い、車になっているのではないかなといったところですね。どうもありがとうございます。